ブンブンハロー YouTube、 どうもマサラです。今回は8月末から発売されているファーウェイの新型タブレットメディアパッド T3 をご紹介します。まずはじめに簡単にスペックを紹介すると、 CPU がクアルコムのスナップドラゴン425、 RAM が 2GB で ROM が 16GB、 ディスプレイは8インチで解像度が 1280×800 ドット、バッテリーは 4800mAh で、 OS は Android 7.0 です。このタブレットには Wi-Fi モデルと LTE モデルが用意されていて、 Wi-Fi モデルの方が1万円台中頃、それから LTE モデルの方が約2万円で購入することができます。 CPU は Snapdragon 425ということで、スペック的にはミドルクラスよりもやや下に位置するモデルにはなるんですけども、ファーウェイの端末ということでデザインはかなりこだわっていて、アルミ筐体で安さを感じさせないようなものに仕上がっています。 Wi-Fi モデルの方にも GPS が搭載されていますので、モバイル Wi-Fi ルーターと一緒に屋外に持ち出してナビゲーションアプリ等で使うことも可能です。欠点は少しスペックが低いところで、 RAM の 2GB と最近タブレットの中では少し容量が少ないです。それからディスプレイの解像度についても、やはり最近の端末としては少し低いかなっていう印象を受けます。メールをしたり YouTube を見たりっていう使い方には全く問題ないですが、電子書籍用の端末として使う場合は少し文字がぼやけてしまう可能性があります。ただ今回ご紹介したメディアパッド T3 と同じタイミングで発売されたメディアパッド M3 ライトというモデルも用意されていて、そちらのモデルだとディスプレイの解像度がフル HD になって、メモリや CPU なども強化されていますので、電子書籍など使いたいのであれば、そちらのメディアパッド M3 ライトを考えてもいいかもしれません。それから今回ご紹介したメディアパッド T3 は、インターフェースがマイクロ USB になってますので、最近主流の Type-C ではないので注意が必要です。1万円台中頃で購入できるタブレットですので、2代目、3代目のタブレットとして購入してもいいですし、子供用の端末として購入してもいいと思います。今回は以上です。この動画の概要欄に、こちらのタブレットの販売先のリンクと、以前ご紹介したこの端末よりもスペックがやや高いメディアパッド M3 ライトの動画のリンクを貼っておきます。気になる方はそちらからチェックしてみてください。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。